隊長、今日もよろしく。ああ、実はパトロール以外にも調べたいことがある。ウーウィンさん、ウーウィンさんね。この間はブラックゲートエリアから救い出してくれてありがとうございました。あなたがいなければあそこで死んでいたでしょう。私はすべきことをしたまで。ウーインさんはいつも謙虚ね。もう少し自慢げに振る舞ってもいいのよ。はあ、お姉ちゃん本当にすごいや。憧れちゃうな。そうか。今忙しい。もし何か情報がないのであれば失礼する。あー、そうそう、前回近くに不審者がいなかったかって聞いてきたわよね。あの後突然思い出したの。あの日銃声が聞こえて男が数人トラックに乗ってここを通り過ぎていったのよ。でもあの時は避難してくる人が多くて特に気にしなかったの。そのトラックの特徴は？黄色いトラックで重そうな荷物を運んでいたわ。危なっかしい運転で中央市街地の方へ走っていきましたよ。なるほど、情報提供に感謝する。お役に立ててよかったわ。あの時のお兄さんはどう？怪我は良くなった？バキューラのことだ。パトロール中に城門から銃声が聞こえてきて急いで駆けつけると野人が倒れていた。病院に連れて行き、医者と看護師に銃創を手当てしてもらったが、身分証を持っていなかったため一般市民として登録できなかった。彼は病院に留まるのを嫌がったので仕方なく家に連れ帰ったのだ。いや、帰る途中あいつは何か獲物を見つけたように突然走り出し消えてしまった。その後この近辺で彼を撃った犯人の手がかりと彼を探しているが何の進展もないんだ。だが今朝彼が傷を負った状態で私の家の前に倒れていた。それで病院に連れて行ったんだが全く言うことを聞かないらしくてな。できるだけ早く引き取りに来てくれと連絡があった。パトロール後病院へ行くつもりだが隊長も一緒に来るか？おお、降りてきてください。何もしませんから。キャー、何事だ？おい、降りてこい。包帯を変えるだけだ。お前を傷つけたりはしない。そうか、もう回復したか。ならお前は隊長に任せて。な、好きだとかなんとか、そんな子供じみた感情ではないだろう。私が命を救ってやったから感謝しているだけだ。バキューラ、お前が私といたいとしても我々人気使いを取りまとめる人間は隊長だ。だから私にお前の今後を決定する権利はない。
まとわりつくな。おい、やめろ。隊長、もし命令ならもちろん従う。これは命令か？バキューラ、お前には市民権がない。中央庁の寮には泊まれない。準備が整うまでは私の家にいろ。そんなに喜ぶ必要があるか。では隊長、彼を連れて帰る。今日のパトロールはここまでにしよう。どこから来た？そうか、それじゃきっと遠いところなんだな。この前銃で撃たれたが、撃った人間はわかるか？わかった。もし密漁者のような違法グループなら捕まえてやる。公開都市で発砲するとは中央庁と軍に対する挑発だ。放っておくわけにはいかない。妙な感じだ。お前は一言も発していないのに、お前の言いたいことがわかる。うん、また後で考えよう。間もなく私の家だ。この先にある。待っていろ。明かりをつける。だが、わからない。どうして私についてくる？隊長もいい人だ。それに隊長なら、お前に部屋も用意してくれるだろう。私は仕事が忙しい。お前の面倒を見れるかどうかわからんぞ。好きと言いたいのか、わからない。好き。ま、待て。ひとまずここを離れよう。なんだ今のは。ドキドキする。だが戦闘時とは感覚が違う。これはなんだ。何かがおかしい。こんな感覚は初めてだ。ダメだ。これが何なのか聞いてみないと。隊長に聞いてみないと。隊長への連絡は後だ。まずはこの匂いの出所を調べないと。